ライオンズゲートブリッジバンクーバー側のスタンデーパークから見た夜のライオンズゲートブリッジバンクーバー側のスタンデーパークから見た昼のライオンズゲートブリッジとウエストバンクーバーの住宅街ライオンズゲートブリッジはカナダ、ブリティッシュコロンビア州メトロバンクーバーのバラード入りへのファーストナローズをまたいでバンクーバーとノースショア、ノースバンクーバー、ノースバンクーバーを結ぶ吊り橋であるライオン橋とも呼ばれる 橋町は、ブリティッシュコロンビア州道99号線と1、A 号線の高架部分を含めると、約1823メートルであり、吊り橋のみでは、約1517.3メートルである。日本の首都は111メートルの高さがある。バンクーバー港に入港する船は、元橋の下を通る必要があるが、安全のために61メートル以上の高さの船は、入港できない。 この橋は南のバンクーバー側はスタンデーパークにあり標高が高いのに対し北のノースショア側が低いところにあるため北側には高架の区間が設けられている。車線は合計3車線で中央車線は信号処理により時間帯で通行方向が切り替わるリバーシブルレーンとなっている。1日の交通量は6万台から7万台である。 チェーンを着用した車と13トン以上の商業用トラックは走行を禁止されている。この橋はブリティッシュコロンビア州立ハイウェイ99号線と1英号線でもある。交通量が多いのに橋の上では3車線なので通勤時間帯は大渋滞を起こす。時間帯にもよるがノースショア側では5車線から1車線に合流する場合もある。 バラード入りへの入り口のこの場所に橋を架けるというアイデアは1890年に提唱された。1927年には佳強の是非を問う投票が行われたが、この時には反対票が上回り否決された。その後、ブリティッシュコロンビア州政府で働いていたアルフレッド・ JT テイラーが佳強計画を推進する。テイラーはギネスビールで有名なギネス一族に出資を求め、 ノースショア側の新興住宅地建設に投資させ、その一環としての河橋への融資を取り付けた。そのため、この橋はギネス一族が所有する有料道路として開通することになった。1933年12月13日に2度目の投票が行われ、得票の約70%が河橋計画に賛成したことで当局からも河橋許可が下りた。 この架橋プロジェクトには、当時の世界恐慌へのバンクーバーの労働者や、製造業に対する救済政策という面もあった。橋の設計は、モントリオールのモンサラットプラットリー社に依頼され、吊り橋方式が採用された。橋本隊の建設工事は1937年3月31日に、開始され、約1年8ヶ月後の1938年11月14日に、 開通を迎えた。総工費は587万3837.17カナダドルであった。ただし公式な開業日は、翌年5月29日、ジョージ6世とエリザベス王妃がバンクーバーに行行した日となっている。先述した通り開業当時は有料橋で、通行料は自動車及び馬車が1台25セント、歩行者及び自転車は1人5セントだった。 1955年1月にブリティッシュコロンビア州政府に売却された後、1963年4月1日に無料開放され料金所も撤去された。また、建設当初は2車線だったが、その後住宅地が拡大し需要が高まったことで、時間によって通行方向を変える1車線を中央に増設し、3車線となった。1975年には、 北岸側の高架橋を掛け替えた。その後、2000年から2001年にかけて、中央の吊り橋部分の橋桁、路面の老朽化のために全面取り替えが実施された。1975年の高架橋の時と同じく、週末や夜間の限られた時間だけ橋を通行止めとして、一部分ずつ交換作業が行われた。橋桁、路面は橋から、 下の海に浮かぶ橋家に下ろされ、同様に橋家から新しい部材が釣り上げられて、街頭位置に設置された。この時渋滞の解消のために新しい橋の架橋、または拡幅、あるいは新しいトンネルによるバイパスなどの案も出されたが、財政的に最も負担の少ない交換が選ばれた。橋には照明装置がついており、夜間にライトアップされる。 この照明装置は1986年のバンクーバー万博の際にかつての所有者ギネス一族から寄付されたものが始まりである。初代の装置は100ワット水銀灯を使っていたが、2009年に LED 電灯を使う新しい装置と交換された。この交換によって使用電力量は9割削減され、また、 年間3万ドルの電気料金とメンテナンスコストが削減された。ありがとうございます。